みんな体重ってどれくらいある？なんや、いきなり失礼なことを聞くなって思うかもしれんけど、学校の身体測定とかさ、家にあるこういう体重計で体重、体の重さを測ったことがあると思います。え、これ以外にも例えば料理するとき、料理の本とかを見るとお肉いくらいくら、小麦粉いくらいくらっていう風うに重さで 食べ物の量を表してるんやね。料理の時にはこの道具はかりって言います。はかりを使って重さを数えたりまするんやね。こういう風にこれまで勉強してきた長さはメートルセンチメートルとかってやったよねそれと傘はリットルミリリットルってやったと思うんやけどそういう長さとか傘と同じように 重さも生活の中で普通に当たり前に使うとても大事な数字です。というわけでこの動画からはこの重さについて勉強をしていくことにしましょう。それじゃ早速まずは重さの単位を説明していきたいなと単位を紹介したいなと思います。単位って何かっていうと 長さやったらメートルとかセンチメートルってやったよねメートルセンチメートルミリメートルってやりましたかさやったらリットルデシリットルミリリットルってやったと思うんやけどこういうものの量を表す言葉これが単位ですこれが重さでも出てくるんやねみんなもきっと聞いたことがあると思います そのまず1つ目がこれですえっ1円玉やんただの1円玉やんって思ったと思うんやけど実はこの1円玉まあ普通にみんなが使う重さの単位と一緒になってる1円玉は実は 1g になってるんです 1g になるように1円玉は作られています これが普通に生活の中ではよく使う単位重さの単位で一番小さいものねなのでちょっと周りに1円玉がある人は手に取ってみてくださいめっちゃ軽いよねこれが一番小さい重さの単位言葉です 1g になっていますそしてこのグラムもさっき書いたようなメートルとかリットルみたいに記号 アルファベットを使った書き方があります。ちょっとわかりやすいようにメートルとかあとリットルも書いとこうかこうやって書いとこうかグラムはじゃあどうやって書くかっていうとこの二つはメートルはちょうど数字の半分の大きさってななので五メートルやったらこうなったしリットルはちょうど数字と同じ大きさで書きましたグラムはどうやって書くかっていうと このの半分とこっこから始めてくるっとまず丸を書いてあげるんやねそしてそれを下に持ってきてくるっと戻すこれがグラムの書き方これでグラムと読みますグラムねもう一回書いてみようかこの真ん中から始めて丸を書いて下に下ろしてくるっと持ってくる大きさは大体いい数字と一緒ぐらいです なので、例えば、1円玉5枚集めたら5グラムなるよね。1円玉 1, 台1枚で1グラムやから。なので、5グラムやと5を書いて、その半分ぐらいから始めて丸をくるっともらってから。これで5グラムっていうふうに読みます。えこれが重さの中でも小さな単位です。えグラム、どんなところで使われているかっていうと、 さっっき使使たよような料理とかでグラムをよく使います。お肉 300g とか小麦粉 500g とかっていうふうにねなのでこのグラム例えば食べ物とかあとは飲み物とかもあるかなそういったところでもこの記号をよく見ると思うのでちょっと探してみてください重さの単位1つ目グラムでした